大家好、生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしな健太がお送りする香港健太チャンネルです。このチャンネルでは香港の三面禁止的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日1月26日金曜日です。現在時刻7時26分です。本日最高気温19度、最低気温12度で曇りです。降水確率 10% 以下なので傘の必要はないかと思います。以上天気予報でした。続きまして香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは18円87銭でした。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時27分です。 BTCUSD の価格は39,914.82でした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。いやさっき最近ねダンスしてるおばさんたちいなかったんで、やっぱ寒かったからいなかっただけですね。暖かくなってきたら復活してましたということで、今日のニュースはですね、カウルン西から広州をつなぐ高速鉄道が最大 36% の割引回数券を販売という件と、あとキャセイパシフィック航空のパイロット不足対策についてと、あとですね、大富豪野草会ですね、クラブ B ボス跡地にエンターテインメント施設の設立が予定されているという件について話していきたいと思います。まずは、カウルン西から広州をつなぐ高速鉄道が最大 36% の回数券による割引を行うようです。昨日の1月25日から新たな回数券20回券とあと30日券というね券を販売し始めました。20回券は有効期限90日で20回乗車できるという回数券です。最大 11% の割引が得られます。また30日券は有効期限は30日で、乗車回数は60回となっているんですが、この60回の回数券で最大 36% の割引となります。対象となる駅は短距離駅のみみたいで、詳しくはウェブサイトを見てもらいたいなと思うんですが、そうですね、決まった駅から、短い区間だけ、乗れるというそういったものみたいですね。20回券と30回券は今現在はウェブサイトまたはモバイルアプリで購入することが可能らしいです。あと中国本土の駅でチケットを、ね、販売している、ところで購入することも可能みたいです。概要欄の方にね、詳しくは、ウェブサイトを貼っておきますので見てみてください。まだただね、購入できるページは中国語のみで、支払いは中国人民元のみとなります。なので、購入する際は、ウェブサイトの方がいいんじゃないかなと思います。ウェブサイトならね、翻訳機能ついてますんで、ウェブサイトの翻訳機能を使って購入されるのが一番楽な方法なのではないかと思われます。まあ、一応ね、英語のパンフレットの記載もあるみたいなので、そちらの方も概要欄の方にリンクを貼っておきます。さあ続きまして、キャセイパシフィック航空のパイロット不足対策ということでですね、パイロットが不足しているようです。なので、パイロットに対して、子供の学費手当をですね、50% 引き上げるということで、11歳から18歳の子供1人につき最大15万香港ドルを、足すっていうのでね、パイロット不足をね、解消しようとしているようです。その理由はですね、2月末までに毎日平均12便を欠航と予定しており、香港政府からキャセイに対して欠品の原因と対処法を説明するように報告書を1月末までに提出するように求められているということですね。まあ、香港からね、キャセイがなくなると大変なことになるんでね、まあ、いろいろと、対策を打っていかないといけないのかなという感じですかね。頑張ってほしいですね。さあ、続きまして。大富豪野草会、クラブ B ボスの跡地にエンターテインメント施設が立ち上がるようです。香港のチムトンに2012年まで存在していた有名な野草会、大富豪 B ボスですね、クラブ B ボスの跡地に高級エンターテインメント施設がオープンする予定とのことで、各香港のメディアが報じております。詳細は不明ですが、5万スクエアフィート約4645平米の面積にステージやバーエリア、ナイトクラブ、カラオケルーム、VIP 専用ルームなどを設けて、とてもね、豪華な設備でね、お客さんを魅了していた、クラブ B ボスでしたが、まあ、亡くなってしまったということでね、まあ、僕らの世代ではね、本当、映画とかでも使われたりして、クラブ B ボスね、知らない人いないんじゃないかな、僕ら世代ぐらいになれば。なんで45、6以上もうちょっと下まで行けるのかな、ちょっとわかんないですけど、それぐらいね、有名なナイトクラブでした。
私もね、多分ね、数回は行ったことあると思います。数十回行けるほどね、値段が高いんでね、なかなか行けなかったんですけど、昔ね、いろんな、社長さんに連れられて、あと会長さんとかですね、そうですね、私の大変お世話になっている会長さんとかにも連れられて、何度か訪れたことがあります。まあ、このクラブビーボスね、なかなか良かったんですが、お客さんが全く入らなくなって、まあ、巨大な設備と巨大な施設と、大量の人を雇っていたので、全く立ち行かなくなって一旦閉じてしまったという感じだったんですが、もうずっとね、本当12年からね、クローズしたまんま、内装も多分外装はもう間違いなくずっと、あのまんまだったので、どうなんでしょう、ちょっと近くを通ったらね、なんか写真か何かね撮ってみたいなと思ってます。まあね、どんな施設が出来上がるのかすごい楽しみではあるので、何か出来上がったらまたここで取り上げさせていただきたいと思います。ということで本日のニュース以上です。このチャンネルではこういった香港の三面禁止的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいです。ということでね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。一応一気にまたね。バイバーイ。